結構多くの方が、敏感肌にも使いやすいって言ってますよね。正直、これが一番です、うん、皆さんこんにちは、ジンです。セタンです。いよいよ今日は私が化粧品を使った中でこれは使って良かったっていうコスメを紹介したいと思います。人生でコスメどのぐらい使ってますか？大学に入ってから化粧品始めてるから10年ぐらい使ってるんですけれども、コスメの世界本当に奥が深いので、もう勉強すれば勉強するほど難しく感じるんですけど、やっぱ自分に合うものを探すのってとっても大事だと思って勉強してます。私は化粧品を使ったのが去年の12月から使ってるので、もう本当にね、まだ9ヶ月ぐらいしか使ってないです。赤ちゃんですね、はい、皆さんがちょっと誤解してるんですけど、 YouTube の写りによってちょっと白いし肌いいよねとかよく言う方いるんですけど、うん、化粧品を使って最近なんですよ。本当に白いって言うけど、実際ジグロの中で一番白い方です。そしてアウトドア、釣り、キャンプ、外で寝るの好きなので、とても過酷な状況で肌を苦しめたんですけど、だからこそコスメの効果を誰よりも感じていると思います。そのジンが自信持って紹介することができた今日のコスメはこちらエルツティンですね。まあエルツティンは多分皆様も多分知ってる方多いのかなと思います。もうエルツティンって言ったらもうこれですね、うん、シルククリーム。私は知らなかったです。コスメに興味もないし使ったことがないので知らなかったんですけど、エルツティンのシルククリームはとても有名ですね。で、実際私もいろんなエルツティンのコスメを使ってみたんですけど、4つぐらい自信持って皆様に紹介できるのかなと思います。まず第1番目、シルクトーナーですね。すごいしっとりなんですけど、トロッとしてるんですよ。山芋みたいです。まではいかないけど、女性はまあわかるんじゃないですか。化粧水が何、セラムが何ってわかるけど、男性は水かトロかどっちかこうね韓国はよくそうやって区別をしてます。だからこういうものが来ると一番困惑です。水でもなくローションでもなく、うん、なのでこれを使った感想だと、男性の方はそういうトロ系って考えればいいんですけど、実際トロッとしてるにもかかわらず肌に塗った感じはとても爽やかですね。あと吸収がめちゃめちゃ早いので皆様におすすめしたいと思います。とても乾燥したり油がすごい出たり、私結構複合肌だと思うんですけど、これを使ってから本当に乾燥を感じなくなったような気がします。なぜかっていうと、吸収がめちゃめちゃ早くて、これを2回塗ったりもします。とてもスッと入って、塗った後はもう本当にもうサラサラ、もう塗ってないようなもうもっちもちっていう感じがするので、2回使ったりもします。とても保湿力が高いと思ってて、トーナーだけだと午後乾燥感じやすくなると思うんですけど、こちらはもう手に触った瞬間分かると思うんですけど、ミルクに近いトーナーになってて、保湿力をしっかり持てる感じがします。私も忙しい時は本当にこれ1本だけでする時もあるんですけれども、トーナーながらもしっかり栄養を持っているので、皆さんも使いやすいかなと思います。次はジャジャジャン、こちらです。エルツティンのシルククリームです。エルツティンはあまりなんか聞き覚えない方も、このシルククリームはまあ一度くらい聞いたことがあるかなと思うんですね。人気ナンバーワンの太陽商品です。これは歯磨き粉みたいにこうなってるんですけど、絵の具みたいに軟膏のような形になってます。なので私こういうタイプってあんまり好きじゃないんですよ。結局すごい重かったりベタベタしたりするのが多くて、うんうん、あまり好きじゃないんですけど、エルツティンの中では私もこれがとても好きなんですね。なんで人気があるのかが分かりました。私は結構成分から見る人なんですけど、これは歯科成分が入ってます、うん、で歯科軟膏、うわ重いと思って使ってみたらとてもサラサラしてて、逆にこれを使う前の段階でセラムとか多分皆さん乳液とか使うと思うんですけど、それって結構オイルとかもあるんじゃないですか、うんうん、そのオイルよりもベタベタしないぐらいですよ。なのでとても爽やかで、いつでも手軽に使えるものかなと思ってます。つけても全然苦しくなくて、本当にさっぱりした感じがして、私も手にしやすいと思うんですけど、でここの中には何が入っているかっていうと、 EGF っていうのが入ってます、うん、EGF は何なのか、まあ、知ってる方ももちろんいると思うんですけど、 EGF が入っているものを使うようにしています。なぜかっていうと、 EGF っていうのは上皮成長因子というものが入ってるんですけど、それはすごく簡単に言うと、傷を治すのにとても特化している成分ですね。この成分を発見した人が、アメリカの博士がこれを発見したんですよ、うん、で時にお傷治るの早いということで、この成分を使って医学業界ではもうざわついたんですよ、うん、この成分はもう傷を治すっていうこと で時にどのぐらい高かったかっていうと、なんと1グラムに2000万円もしたんですよ。そ
それが今は全ての、まあ、あらゆる病院とか化粧品とかでも普通にも入る成分にはなったんですけど、うん、ありがたいですね。普通に入る入るって言うけど、カンナムでベンツ E クラス見るぐらいですよ正直。まあ普通にベンツいっぱい見えるけど、ベンツ買えますかって言ったら買えないじゃん。だから実際高いんですよ。入ってる商品は少ない。うん、EGF とか入ってるものは高いんですよ。うん、だからエルスティンの値段とかがデパートとかの値段ですよね。うん、デパートとか実際伊勢丹デパートでも販売をしているぐらいセレブたちにとても人気なものですね。なんで EGF を使った方がいいかっていうと、皆さん年を取っていくとこう老化、顔が劣化していくんですよ。劣化で、それは20代もそうなんですよ。実際も18歳過ぎた人はもうみんな一緒ですよ。一緒に死んでいく。で、細胞が死んでいって、細胞の周期がだいたい2週間ぐらいですよね。で、2週間ぐらいで死んで、それがどうなるかっていうと、肌に出て死にます、ここが。だからお墓になります。何で？角質になります。角質に、それが角質ね。死んだ細胞が角質になっているんですけど、それが溜まって溜まって毛穴を塞いでしまって、そこでトラブルとかが起きるんですよね。ビオルジーが出ます。なのでこれはまあ皆さん、そして私、まあ、みんなの課題ですよね。うん、この EGF は細胞のターンオーバーを促進します。ターンオーバーっていうのが先ほど言った周期ですよね。で、ターンオーバーを、周期を早くすると何がいいかというと、次から次へと新しいものが出てきます。ターンオーバーを、早くすることによって、新しい細胞ずっと出たらなんかもう出ないんじゃないですか。いや違うんですよ。出れば出るほど弾力が出ます。うん、実際エルツティンは本当に弾力を感じるぐらいの効果を得られたので、自信持って紹介できるのかなと思います。そして実際7つの臨床実験で効果があると、エビデンスがあるので、皆さんも効果をすぐに得られると思います。そして FGF っていうのもあるんですけど、何が違うかというと、FGF っていうのは繊維が成長因子なんですよ。うん、で、先ほど言った上皮ですよね。上皮ね。FGF っていうのは真皮まで浸透します。実際浸透までで何をするかっていうと、エラスチンとかコラゲンとかをこうやって促すんですよ。うん、動いて動いて促進するんですね。促進するんですよ。EGF も FGF もコラゲンを合成するために必要なものです。うん、そして、これがまあ人気はナンバーなんですけど、うん、私の中ではもう性能効果って言ったらこれですよ。うん、正直これが一番です。うん、もう形から強そうに見えるんじゃないですか。これ結構韓国で使っている洗車地雷みたいにこう見えて、これも鉄なんですよ。中の成分が温度によって変わるのを懸念して鉄にしたそうですよ。なるほど。私コトラと遊びにちょっと行ったんですよ、展示会。うんうん、コトラがやってたから。うんうん、でもコトラはどうでもよかったんで、化粧品が楽しくてずっとコスメ見てて、エルツティンを見てて、そこで惚れちゃって、私ずっとエルツティン使ってたんですよ。うん、あの時からこれを使ってたんですけど、これは簡単に言うとセラムですよね。トーナーとクリームの間、これを使うんですけど、だいたいセラムをいつ使うかというと、あの水分をこうやって顔に与えた後に、オイル成分ですよね。油分と水分をうまくこうバランスを整えるっていうことで、水分をずっとあの保湿をしてくれる。濃度がすごいんですよ。すっごい濃度が濃密なんですよ。で、これ顔に密着しやすいですね。このセラムはトーナーを全部吸収させた後にこれを使うんですけど、だいたい1滴2滴とかでそのぐらいで全部カバーできるんですね。で、油がすごい多いわけでもなく、一番最初オイルっていう感じなのに伸ばしやすくて、何よりすごいなって思ったのが、塗った瞬間に少し赤く見えるほど血色が良くなるんですよ。すぐだから自分の肌をそのまま感じることができるんですよね。ただ白くなる、まあ美白がありますよとかじゃなくて、本当に元気な顔になるっていうのが実感できると思います。実際これはなんで私はおすすめをしたいかというと、先ほど皆様に説明した EGF と FGF が入っていて、さらに IGF っていうのが入ってるんですよ。 IGF の I はインシュリンですね。構造が似てるので、インシュリン類似成長因子ですね。簡単に言いますと、真皮の中でも一番深い真皮まで到達をするのが IGF ですね。一番肌のトラブルとか再生、そしてターンオーバーを早くするために必要なのが、他の成分よりも私は IGF が正直入ってるのがいいんじゃないか。もう根本的に IGF が入れてから次のやつを乗せた方がいいのかなと思うんですけど、IGF が入ってる化粧品って意外とあんまりないですよね。なのでこれは3つも全部入ってるので、弾力がありますよ、シワの改善ですよっていう問題より、
まず若い肌になるのがとても大事ですね。結局そこから出発なので、そのために必要なセラムはエルツティンなのかなと私は思ってます、うん、今 GF の話をしたんですけど、私も今までたくさんのコスメに触れてきたんですけど、この3つの GF が全て揃ってる商品は初めて見ましたね。さすが韓国の皮膚科が開発してる商品だから、そういった成分に徹底的にこだわってる気がします。そしてエルツティンってコンセプトがドイツですよね。ドイツ、韓国でドギル、ジョルモニー、ゲルマン、はい、ドイツなんですけど、エルツティンっていう意味がエラスティンとかなんかそんな問題じゃなくて、ジョイっていう意味です。厨房洗剤のジョイではありません。女性の医者さんですね。韓国にも似てるのありますよね。マイ。マイ。馬のお医者さん。馬の医者さんとかいるけど、まあ、マイじゃなくてジョイね。ただエルツティンはコンセプトだけドイツじゃなくて、ドイツの肌にいい成分を用いて企画したんですね。あとドイツの名水を使って。あ、そうですね。世界の4大名水と言われる水を使っています。最後はこちらのシルククッションです。こちらもシルクで同じラインですけど、こちら SPF はもちろん50で、 PA もプルプルプルです。プルプルプルですね、はいはい、でやっぱりクッションはもう使った瞬間つけ心地が分かるから皆さんにも話しやすいんですが、私はもう一回つけてみたらもう本当に保湿力が断然いいなって思いました。それが第一印象です。私はこれも展示会で一番惚れたのはこれなんですよ。これはトントンだけでいいって言われたんですよ。トントン伸ばさない、このままで自分の肌を傷つけることなく、そして隠すんじゃなくて自分の肌をより綺麗に見せる。なので自分の肌のキメがそのまま見えるのに、一番最初は違和感あるんですか、一回やると白いんじゃないですか。でこれをずっとトントンすることによって入るんですよ。そうなんですね。違和感があまりなくて美白効果もあるし、元気に見えるし、とてもいいです。だから白くなりすぎず本当に肌が健やかに見えるんですよね。そう、私先ほど言ったように地黒なんですよ。なので色で今まで選んでたんですよ。何色だ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 。エルツティンはそういうのはない、そういうコンセプトではなくて、自分の肌を今より美しく見せるのがこれなんですよね。なのでこのクッションとても好きなんですよ私。ただ問題としてちょっとデメリットっていうか、量はちょっと少ないようには感じます。私が使いすぎてるのか、もう何個も今使ってるんですけど、これはちょっと値段は高いんですよ。1万ぐらいするので高いんですけど、それでこれで何滴か使わないから意外とすごい長持ちするんですね、うん、これは思ったよりはなんか他のものに比べて減るのが早いのか、私がこればっかり使ってるからそうなのかわからないけど、なんかそういう感じはします。でも本当に吸収が早いので、朝忙しい方には本当にお勧めしたいと思います。そして韓国の政府機関である貿易センター、コトラが優秀な韓国の中小企業とかを日本に紹介したりする仕事をしてるんですけど、エルツティンも担当していて、そしておすすめもしてるんですよね、うん、なのでとても信頼ができて安心できる企業かなと思ってます。そして実際使ってみるとね、やっぱりいいですよね。コスメ業界の王座ヒョクさんもエルツティン紹介してたんですよね、うん、ヒョクさんが使ってったらもうすごいじゃないですか。あと結構多くの方が、敏感肌にも使いやすいって言ってますよね。人生効果が本当に優れているものだと思います。これ別に Q10 とか目変わりだから私が何かにやってるわけじゃなくて、本当に私が使ったものの中でいいものを紹介をしています。今ちょうどいいチャンスなんですよ。楽天セールが始まったので安く買えると思います。デパートに入るブランドとして割引チャンスがそんなにない、これが楽天セールで安く買えるそうです。なので、興味ある方は今だと安く買えるので楽天セール見てください。で総評なんですけど、私はこのシルクラインがとても保湿力が高いっていうのが一番特徴だと思いました。秋になるしすごい乾燥しやすくなる季節になるんですけど、結構やっぱり乾燥を気にしてる方多いと思うんですが、皆さんにお役に立てればと思います。私がどのぐらいエルツティン好きでたくさん使ってるか分かりますか。あー、もうすごい使ってます本当に、実際は、マニアだもんね。